動詞句は言語学において最低一つの動詞を含む統合論的な単位。厳密な定義は理論により異なるが、区動詞とは異なる概念である。動詞句は定型動詞からなる定型動詞句と否定型動詞からなる否定型動詞句に区別することができる。しかし、理論によって両者を認める立場と後者のみを認める立場がある。句構造文法では、 動詞句は動詞、または助動詞を使用部とする句であり、単独の動詞でも動詞句として扱われる。句構造文法においては、定型動詞句と否定型動詞句の両者が構成素として認められており、特に区別はされない。この定義における動詞句は伝統的な文法で術部と呼ばれるものに相当する。動詞句に含まれる要素には、その他指定部、補部、不部がある。 区構造文法における保部は、学校文法における保護とは異なる概念である。同宿にとっての保部とは、主要部同士が要求する項のうち、同宿の内側に位置するものを指す。保部の数と種類は、主要部同士の性格によって決まり、例えば名宿や形容祝、保分標識区などがその役割を担う。一方、不可部とは、それがなくとも文が成り立つ要素。 すなわち、就職語句を指す。同宿を就職する者には、副宿や設置宿などがある。ただし、設置宿を、項の一つとして要求する同士もあるため、設置宿が、必ずしも、就職語だとは限らない。次の例文では、それぞれ、太字部分が、同宿である。ヤンキーバッターズヒットザ、ボールツーウィンゼアファーストワールドシリーズシンス2000。 メアリーソーザマンスルーザウィンドウデビットゲーブメアリーエーブック例文1にはヒットザボールツーィンザーファーストワールドシリーズシンス2000という動縮が含まれている例文2の動縮は主要部動詞ソーと沖縄部名縮のザマンそして深部全知縮のスルーザウィンドウで構成されている例文3の動縮は主要部動詞ゲーブ及び同同詞が選択するメアリーとエーブックという2つの ホブ名祝によって成り立っている。1980年代の半ば、または後半頃までは、同祝を持たない言語も存在すると考えられていた。そういった言語には、非階層的言語と呼ばれる、かなり自由な語順を持つ言語や、基本語順が別素型になっている言語が含まれていた。現在は、生成文法の中にも、すべての言語は、同祝を有すると考える立場と、 少なくとも、いくつかの言語は、同粛という構成素を持たないと考える立場がある。依存文法の場合、否定形同士からなる、同粛を構成素として認める一方で、定形同士を主要部とする構成素の存在を否定する。区構造文法では、はずと do は定形同士なので、はずフィニッシュとザワークや do のトウォントトライザットは、定形同粛で、 ジョン・ハズ・フィニッシュとザ・ワークという文は、名粛・動粛という構造だと捉える。また、ハズ・フィニッシュとザ・ワークは、フィニッシュとザ・ワークという否定形同粛を、ドゥ・ノット・オント・トライ・ザットは、オント・トライ・ザットという否定形同粛をそれぞれ含んでおり、さらに、オン・ト・トライ・ザットは、トライ・ザットという否定形同粛を含んでいる。このように、一つの節の中に、 複数の非定形同詞句が重なって存在することも可能だが定形同詞句は一つしか存在しない。一方、依存文法では、ルシアン・テニエールの1959年の著書を皮切りに、そもそも文が主語同詞句という二つの部分に分けられるという考え方に疑問を呈している。その代わり、文の主要部は定形同士であり、主語者もその従属部だと捉えていることから、 定形動詞という構成素は成り立たないのである。しかし、依存文法でも非定形動詞は構成素として認められており、それが複数重なることも可能だとされる。両理論における公文記は次のように示される。左側が区構造文法、右側が依存文法による解析である。S はセンテンス、N はナウン、V はワーブ、D はリターミナーの意 区構造ツリーでは、ハズフィニッシュとザワークが一つの VP というまとまった構成素として示されている。一方、依存構造ツリーでは、ハズフィニッシュとザワークというまとまった構成素は存在しない。しかし、両者ともフィニッシュとザワークを一つのまとまった構成素として扱っていることがわかる。依存文法では、定形同しは構成素として成り立たないという。 観点の裏付けとして、構成素テストを挙げる。構成素テストとは、特定の語の連なりが、構成素であるかどうかを確かめるために、それと同種の構成素だと分かっている語句を代入したり、同種の構成素で可能だと分かっている構文や、統合移動に適用してみたりする実験である。例えば、話題化、疑似分裂文、及び、返答文での省略といった、構成素テストは、 否定形同縮は構成素として成り立つが、定形同縮は構成素として成り立たないということを示唆している。以上、太字部分を比較してみると、否定形同縮を一つのまとまりとして取り出す試みは成功しているが、定形同縮を同じように取り出す試みは失敗に終わっている。しかし、構成素テストとは、それに合格すれば構成素として認められ、 不合格なら認められないという単純なものではない。構成素テストには様々な種類があり、一つのテストに合格しても他のテストで不合格になったり、その逆になる場合もあるため、できるだけ多種のテストを用いて総合的な判断をすることが望まれる。なお、構成素テストを信頼度に応じてランク付けしている言語学者もいる。EN カンスティッチンとカンスティッチンシーテストも参照。動縮イコール厳密的に動詞的な要素のみとする考え方もある。その定義によると、動縮と呼べるのは、主動詞、助動詞、不定詞、分詞のみであり、目的語や就職語などは動縮に含まれない。この競技の動縮という概念は、機能主義的理論やヨーロッパの伝統的な文法書において用いられている。 これは、動詞区を構成素として解析する、区構造文法とは相入れない考え方である。しかし、ガテナを公文の基本単位として捉える理論とは両立できる。また、これらの例における、太字部分の動詞的要素は、術語論理における術語の捉え方とも矛盾しない。ありがとうございます。